漫画家の荒木裕彦です。今日は何だろう、ファッションアイテムの話なんですけど、これはシュプールがご縁でグッチの、イラストっていうか漫画と、広告を書かせていただいた時に、デザイナーのフリーダ・ジャニーニさんにいただいたグッチの iPad ケースなんですけど、まあ、これすごいいつも持ち歩いてて、で入ってるのはiPad じゃなくてこのアナログのアイデアノート、まあ、旅行行った時とかでも全部書けるようにチラリ見せると、まあこういう感じで、これはもう家系図書いたり、なんだろう、デジタルのより全然なんだろうな、こう自分ではこう使いやすいんで、それにこうなんか大切にしてるなっていう、こう気持ちがこうすごいいいですね。他にもまあケースに入れてたりはしたけど、このケース自体は2年ぐらいで、この本当キラキラ感がすごいやっぱいいですよね。本来は iPad 入れた方がいいんだろうけど、まあ本物のアナログノートを使ってます。このノートは超大切な命 の, 仕事で一番大切な、もう基本中の基本ですからね。こっから始まるという全ては、こういう漫画のなんかこうアイディアとかに敬意を表して保護して、それにすごいこうぴったりで便利で使わせていただくっていうのが、僕のこの、紹介したいファッションアイテムです。ラブモード、ラブシュプール。